捨てる神あれば拾う神あり。そもそも同じ人形劇の公演はありません。月日が経てばバージョンアップしているし、観客だって違ってくる。毎年公演依頼があるのは嬉しいことですが、毎年新しい作品を作るのは困難です。パークのイベントでは春の公演、秋の公演と1年に2作品作らないといけない。1年で1作品でもきついのに、2作品は尋常ではない忙しさです。ポスター撮影も間に合いません。でもその苦労は、劇団の演目が増えて、いろんなニーズに応えていけるようになります。中には失敗作もできて、たくさんある演目が淘汰されていきます。子ども会から気に入られて毎年の公演があった時がありました。出し物がなくなってパネルシアターの制作教室を開いたり、マリオネットの工作教室を開いたりと工夫しました。でもメインは人形劇です。たゆまず作り続けないといけません。作る道具や材料が増えていきます。狭い家では収納場所がなくなっていきます。引っ越しもしないのに断捨離も必要に迫られます。とにかく使うかもしれないもので溢れていきます。捨てようとするものの中から捨てないでくれと声が聞こえてきます。その声を聞いて新しいアイデアを備えた作品が誕生します。捨てる神あれば拾う神ありの感覚です。